時は大正、新発見と新発明の時代。古きものが新しきものとすれ違う、まさに夢と希望の変革の時代。されど、時代の境目には犯罪と騒乱も特徴となるのである。そんな希望と狂気に満ち溢れた時代をご紹介したいと思います。よくわかんねえ場所に来ちまった。この場所には旗人間がいないのか。なんだか変わった服装だな。そこのもの、すまない。なんだお前、私をナンパしようなんて100年早いぞ。こいつ、刀を持っていやがる。この場所にも何か存在しているのか。何を言っているお前は、少し聞きたいことがあってな。なんだ。船着き場を探しているのだが、どこかにあるか知らないか。いや、全く知らないな。そうか。出発車の話を聞いてもらってもいいか。この場所の情報を聞け出せるかもな。おいいぜ。ちなみに私の名前は桐生かな。お前も名前教えてくれよ。拙者の名前は鋼。世界各地を旅している。へえ、これは情報期待できるな。それではパワポケ7の裏サクセス、大正冒険期短編について説明させていただくぞ。今回の作品は西暦1923年の日本が物語の舞台。探偵である主人公が各地で発生する事件を解決する RPG 仕立てのシナリオ。これらのうちどれかになるとゲームオーバーになる。それではあらすじについて説明させていただくぞ。父親が残した1万円という膨大な借金を返済するために、私立探偵の主人公は野球人形コンテストの賞金を狙う。実際は当時の1円は現代の2000円ほどの価値があったそうだが、ゲーム中では当時の1円は、現代の5000円に当たると説明される。数々の冒険をこなしお金を集めればクリア、というシナリオになっているな。ちなみに父親に関しては生きており、野球人形コンテストの賞金は8000円だな。なるほど。だから残したではなく残したのか。クリア条件は4000円以上所持した状態で最後の冒険を成功するとゲームクリアだ。仲間は2人まで選ぶ。仲間はイベントで使用可能になる。仲間の HP が0になった場合、死亡する。イベントで死ぬこともある。他の仲間はそれぞれ決められた武器で戦う。主人公は店で購入したり冒険で入手した様々な武器を使用可能。という風になっているな。主人公だけ武器を変えたりすることができるんだな。それでは冒険について。冒険は一本道を進行するため、道に迷うことはなく、規定の距離を歩けば到着イベントが発生、ほとんどの場合はボス戦になる。パワプロアプリのダン&ジョン高校をもっと簡単にした感じだな。そして、この物語の悪役で登場する、ガイア島について説明させていただくぞ。天才による秩序の再構成を歌う彼らは鉄人と呼ばれるロボットを用いて様々な犯罪やテロ活動を行い世界征服を企んでいる。悪霊の集大成は蒸気で動き地震を発生させる鉄人を用いて1923年9月1日に東京を攻撃すること。これは関東大震災を引き起こすことだったということだ。関東大震災もこの時期に起こった地震だもんな。時期をしっかりと合わせているんだな。それでは登場人物について説明させていただくぞ。まずは主人公。世界を股にかける有名な冒険探偵。借金返済のために野球人形コンテストの出場を決意する。行き当たりばったりな性格でしょっちゅうユダを悩ませる。対戦中は浪人で、上海で軍部といざこざを起こしたことがある。すごい探偵なんだけど。次にユダ光一。主人公の友人で、冒険に同行する行商人。体力を回復する薬から、爆弾、幽霊にも効く聖水まで販売している。次に仲間について説明させていただくぞ。まずはアルベルト。アメリカ合衆国の情報部員。野球人形について探っているが、よくある軍事利用が目的ではなく野球人形に対抗したアメリカンフットボール人形を作るのが目的である。なお、最初に大学で主人公と接触した時は、アルバート、という偽名を使っていた。次に大神。陸軍隊、軍の生物兵器研究に絡んだ事件を調査している。後に軍の組織改変のために活動するが、反対派のテロにより路上で刺し殺される。殺されちゃうのかよ。次に暗がり、地方から出稼ぎにやってきた漁師。冬山でも10日間は蕎麦粉だけで平気らしい。危険で割に合わない仕事であることを承知の上で主人公の冒険に同行する。後に甲と共に大陸に渡るが、その後の資料は一切残っていない。お前と関わりあるじゃねえか。
次に里見。第一次世界大戦中、ある国のスパイをやっていた。後に新聞社を開業。その活動は海外で高く評価されている。次に鈴音。清霞財閥の令嬢。刺激なき毎日にやっている。主人公に猫探しの依頼も行っている。冒険家として活躍した後に兵器会社を設立。兵器会社、人相と合わねえな。次に篠、巫女、関西弁が特徴。盗まれた三上刀を探しにデートにやってきた。三上刀を取り返した後、神社に帰った。巫女さんが刀で戦うの。次に玉子、新聞記者、いろいろな冒険のネタを教えてくれる。後にヨーロッパで魔物ハンターになる。パワポケ8の裏サクセスにも登場。次に秋美、ウェイトレス、高城優鬼ミサオ術というものを使い鬼を狩る。選択肢によって火炎放射器から鉄の爪になっているな。ウェイトレスでそんな武器使うのかよ。次にシャロク、東洋の格闘技、馬術の達人。主人公から頭脳労働しかできそうにないと挑発され、現場でも役に立つことを証明するため行動を共にすることになる。後に武田ともども数々の難事件を解決したが、宿敵の教授ともみ合い滝の下へ落ちて以後の消息は不明。完全にシャーロック・ホームズだな。次に武田、刑事。何度も主人公やシャロクの世話になっている。が野党事件の捜査主任に抜擢されるも部下は例人で、一人だけで調査を行っている。晩年は警察の体験を書いた本が大ヒットし、外国で優雅に暮らした。シャロクと仲がいい。刑事なのに部下いないってどうなの？次にこう、士族。曽祖父の形見である刀を持ち歩いている。大臣と喧嘩することもあるが、イベントを進めると和解する。後に暗かりと共に大陸兵区外後の消息は不明。しかし、世界各地に彼と思われる謎の剣士の活躍が伝わっている。お前すごいな。次に服部、神官、自称、天才予言者。頼りない上にうさんくさいが、日英同盟の破棄や十数年後の未来に起きるという大戦争、その戦争の存在を予言するなど、その能力は本物。後に教祖となるが戦争を批判したことで投獄される。敗戦後は南米で平和に暮らしたとか。予言を当てるとはなかなかの実力だな。次に他力王。機械と呼ばれると怒る。ドイツの秘密兵器という設定のオートマトンでゲルマンの匂いがするらしい。アルベルトと会話が弾み、結果的にかなり仲良しになる。後に、数々の武勇伝を残している。完全に見た目は機械だけどね。次に青野、スイフ。主人公の活躍でスイフたちの憧れの的であるセーラーマンサーベルを見事に手に入れる。次に高田、貴族。将来貴族院で日本の政治を左右したいと考えている。後に考えていた貴族議員になり、弱者救済に力を尽くし、老後は良子と穏やかな日々を過ごした。次に堤、科学者。大学から抜け出して様々な知識を吸収したいと思っている。科学的見地から事件の真相解明に貢献することがある。後にフグリと南米に向かった後に行方不明。なんか怪しい人物だな。次にノリカ、女王様。秋見と同じカフェで働いている。次にフグリ、主人公の父親。新たな遺跡の調査費用を主人公にたかりに来る。遺跡荒らし、と主人公に言われ、世間の評判も悪い。しかし、冒険中に集めた記録は人類学の貴重な資料であり、後世に日本国外で高く評価されることになる。後に堤と共に南米で行方不明に。なんだよこいつ。次に陽子、芸者。旦那、結婚していない、は外務省に勤めており海外に行ってしまっている。後高田と結婚。最後に村上、書生。格闘大会に参加しており、主人公と共に脱出する。後に世界中を旅し各地の強豪と渡り合い伝説に。彼の作った道場は現地人に受け継がれ世界的な格闘技の流派となる。ということになっているな。世界一の流派ってすごいな。次にこのシリーズに登場するガイア党という組織について説明させていただくぞ。まずは亀田。ガイア党の皇帝。これまでは最終ボスとしての登場までシルエット姿や仮面で正体を隠していたが、本作では最初から姿を晒して登場している。多大な被害を与える主人公の存在を危険視し、抹殺を目論む。最終日の冒険、デート崩壊の日、で、ガンダーロボを使い主人公の前にボスとして立ちふさがる。次に千林。幹部で組織の、に、資金断尺をこき使っている。
幹部全員に称号をつけている。特定の冒険をすべてクリアしていると最終日に綾春伯爵に代わって登場し、戦闘になる。あるキャラクターを連れていると彼の真相が聞ける。次にチキン。幹部。林の部下でこき使われている。やられやっとはいえ、早く同然だった、ろ。とは違いこちらでは大活躍している。次にアキコ。幹部。林の部下でこき使われやすい。同死体の実用化や巨大クリオネの繁殖など前線で指揮を取っていることが多く、冒険で黒幕として登場することは多いが、直接戦うのは、帝都破壊計画、だけである。次に綾花。組織のの。3。カジノでも何回か登場する。逆襲のチキン、をクリア済みの場合、最終日に戦闘になる。次に寺岡。幹部。自分の能力を活かすため所属し、持ち前の科学力で兵士鉄人などを作っている。発明品に自爆装置をつける癖がある。終盤に地震装置を作成するが、それが帝都のど真ん中で使われ、町が壊滅したことを反省し、以降は平和な研究を行っている。他にも何人かいるけど、この辺にさせていただくぞ。他にもたくさんキャラクターがいるんだな。裏サクセスにしては結構珍しいのか。まあ、その他のキャラクターを入れれば人数は非常に多いな。へぇ。次にエンド、アルバムについて説明させていただくぞ。ラスボスのガンダーロボを倒した後、借金を返して終了になる。しかし、ガイア島は、邪神、復活という目的のため帝都に大規模な震災を起こすが、それは同時に古代日本の汚れ神の封印をも解くことにつながり、精神並みで仲間を全滅させられた上、がたけしや党の目的であるワズの邪神は復活早々その糧となってしまう。つまり、真のラスボスが登場するということだ。このラスボスこそがホルキス。ガンダーロボを右手のみで倒すボス。レベルが違うことがわかるだろ。あんなものを右手だけって、そんなものに勝てるのか。おすすめはとにかく爆弾を投げまくって倒すことだ。ちなみに所持金が4000円以下でクリアした場合、借金を返却しなくてもクリアになるから。能力値マックスの選手を量産することも可能だぞ。なんで借金返さなくていいんだよ。スタッフがミスったのかもな。なるほど。他のアルバムでは主人公の銅像に大安売りと書かれるエンド。労働者として終えるエンドが存在しているな。ゲームオーバーが容赦ないね。もちろん仲間のアルバムもあるぞ。里見は新聞社を開き、玉はフリー記者になるエンド。もちろん鋼は新大陸を求めて旅をするな。自分の紹介もしっかりするのな。YouTube の方でパワポケ7裏のアルバム動画があるからそっちの方をぜひ見てくれ。丸投げじゃねえか。仕方ないだろ、口頭で説明するよりもしっかりとした動画を見た方がいい。開き直りやがった。ということで、パワポケ7裏の動画を終了させてもらう。ああ。それではさらばだ。行っちまった。私も元の場所に帰るとするか。ここは何なんだ。文明としては結構進んでそうやけどな。まあいい。とにかく買い物を済ませるぞ。えでえ。なんだあいつら。この世界でもだいぶ異質な衣装をしていたぞ。後をつけてみるか。